ひらめきいのは、テレビ、東京系列で2009年4月6日から2015年9月30日まで、放送されていた子供向けバラエティ番組、ハイビジョン制作。アナログ放送では2010年6月25日放送分と7月5日、放送分からは、レターボックス放送。夕方放送時代は、字幕放送とデータ放送を実施していた。 吉本総合芸能学院東京行動機のハンニあとフルーツポンチの二組がメイン司会。全番組枠、月原に引き続き、吉本工業の制作協力枠であった。放送時間は月曜日から金曜日の6時40分6時45分までの5分間。本記事では2010年4月16日から2011年3月4日まで毎週金曜日に限り、 約90分間の拡大放送となったピラメキーの G についても合わせて記述する。2013年3月29日をもって夕方枠から撤退し、4月1日より朝の5分枠に移動、大幅縮小すると同時にタイトルもピラメキーの640と解題された。後枠は19時代のバラエティ枠の繰り上げ拡大、またはアニメ枠に転換する。 その後は5分枠で番組が継続していたが2015年8月31日に2015年秋改編での番組終了が発表され9月30日で放送を、終了6年半の放送に幕を下ろした番組の略称はピラメキ番組は小学生向けで子供向け番組の常識を覆すことをモットーに斬新で大胆なコーナーを多数制作している 放送日はすべてテレビ、東京系列のもの。その他、コーナーレギュラーを含むゲストあり。アニメで描かれたキャラクターが登場し、各コーナーの説明等を行う。かつては CM 前の番組がまだ続く、告知のカットと番組終了のカットでは、アニメキャラが全員集合していた。2015年4月5日の SP では、全員落ちぶれて、アルバイト生活していたことが判明した。 東京キャラクターストリートにあるテレ東本舗の内装。右上にピラメキパンダのイラストが見える。当番組では一つのコーナーを一回あたりの放送時間を短くして複数曜日にまたいで放送させることが多い。一人のゲストがとびとびの放送感覚で出演することも多い。G では他の曜日との差別化を図るため G でのみ放送されるコーナーが一部存在し、 それらは放送時間も長く設定されている。通常版では大半のコーナーは曜日に関係なく放送される。2010年9月までは G でも一部放送されたが10月以降占いを除いて別構成となっている。G の19時代はフライングスタート方式で18時代からコーナーを開始するため飛び乗りする独立テレビ局向けに飛び乗りポイントを設定している。 なお、前編、G として放送される金曜日もビデオリサーチ者の視聴率調査結果は18時30分 -19-00 をピラメキーの19時 -19-54 をピラメキーの G として18時台と19時台を分けて発表している。スタッフのデータは、突起がない限り夕方時代のものである。突起なき場合、テレビ東京の場合、エンディングは、 月替わりのものとなっており、画面左下にプロモーションビデオが流されている。2009年11月16日放送分からは、スタッフロールの上に表示される映像が、ハンニャとフルーツポンチが投稿を読み合っているものから、ピラメキーの公式サイトをピヨ・フト氏が紹介しているものに切り替わった。2009年12月と2010年2月は、ピヨ・フト氏が吹き出しのセリフ、 ピラメキーの番組 HP は楽しい内容がいっぱいだぞ。ここでしか見れない版やフルポンの楽やトークやピラメキ体操も練習できるぞ。さらに恋物語の情報もアンケートで番組に参加できちゃうからぜひ遊びに来いよな。ピラメキで検索を喋っている。ピラメキーの G の未次週金曜の放送の予告が流れる。G のみを放送するに配慮し、 他の曜日の内容の放送はない。1900飛び乗り局では放送されないコーナーが予告に登場することがある。2010年6月25日放送分からは一部内容に変更ありと表示されるようになっている。放送時間縮小のためピラメキーの640ではエンディングテーマは廃止された。2009年2010年2011年2012年2013年 子供向けに制作している番組ではあるが、一部のコーナーでどう過ぎた内容もあり、それらのエスカレートが災いし2011年度まで調査を実施していた、社団法人日本 PTA 全国協議会が調査した保護者が子供に見せたくないテレビ番組2009年度で第7位にランクインしており、2010年度2011年度も第6位にランクインしていた。BPO の 視聴者の意見でも番組前期の間において常連と言っていいほどこの番組への批判的な意見が紹介されていた。2012年に大募集のコーナーに応募した視聴者へ連絡メールをした際に一部の応募者のメールアドレスを CC 欄に表示したまま送付してしまうミスが発生。このメールは合計9通計88人に送付された。 テレビ東京は公式 HP で謝罪を行った。ピラメキ子役恋物語子役に憧れるすべての親子のためには2009年より放送されている本番組を題材とした劇場映画。主演は鈴木福。ひょんなことから子役活動をすることになった亀井春人を主人公にテレビ業界、子役業界の裏側を描く。ピラメキの G に関するカテゴリー。 ピラメキイ六640に関するカテゴリ、ピラメキ子役恋物語子役に憧れるすべての親子のためにに関するカテゴリ。ありがとうございます。